皆さんこんにちは。九州地方整備局長の藤巻でございます。この度は予定しておりました令和3年度九州地方整備局国土交通行政功労表彰式は新型コロナウイルス感染予防拡大防止の観点から誠に申し訳ございませんが受賞者並びに参列者の方々の健康などを鑑みまして中止とさせていただくこととなりました。表彰式を心待ちにされていた皆様方におかれましては大変心苦しいところではございますが何卒ご理解を賜れればと存じます。表彰式自体は中止とさせていただきましたけれども国土交通行政の各分野でご貢献いただきました皆様方に少しでも感謝の気持ちをお届けできればと思いましてこのビデオを撮っているところでございます。日頃から皆様方におかれましては様々な立場で国土交通行政にお力添えを賜り本当にありがとうございます。私どもが事業を計画し実際に現場で施工するにあたりましては今更申すまでもございませんけれども設計をしていただいたり調査をしていただいたり現場で施工をしていただいている皆様のお力添えが不可欠でございます。そういった意味では私どもと皆様は一緒になって九州の社会資本整備を進めているということこれは間違いないところかと思っております。今回表彰式および顕彰状を授与させていただく方々をご紹介させていただきますとまずは現場代理人さんですとか技術者として現場で従事していただいた方々工事や業務の施工にあたり最前線でご活躍いただき優秀な成績を挙げられたところでございます。また今年度からは建設業界の担い手育成を支援する観点から新たに業務における若手優秀技術者の表彰部門を新設いたしました。続きまして企業の表彰でございます。こちらにつきましては工事や業務の遂行にあたりまして優秀な成績を挙げられました企業の皆さん工事の施工において安全管理の面で特に優秀な成績を挙げられた企業の皆さん ICT 技術を活用し優れた業績を挙げられた企業の皆さん働き方改革への取り組みを実践され優れた業績を挙げられた企業の皆さんそれぞれ各分野において私どもの事業進捗に大きく貢献をしていただきました。ありがとうございます。そして九州では最近毎年のように甚大な災害が起きておりますがそうした大規模な災害時に災害復旧におきましてご活躍いただいた企業の皆様でございます。特に昨年は7月豪雨により広範囲に被災をいたしました。そのような中被災箇所の早期の復旧及び二次災害の防止にご尽力いただき感謝の念に堪えません。厚く御礼申し上げます。九州地方整備局でいたしましては安全で安心できる国土豊かで発展する国土の形成という重要な使命を担っております。特に先ほど申し上げましたとおり近年は毎年のように甚大な災害が起こっておりまして私どもの果たす役割はますます大きくなっていると実感しております。この使命を果たすためさまざまな立場から地域でご協力いただいている皆様業界の皆様皆様と手を取り合いながらより良い九州にしてまいりたいと考えております。引き続き皆様方からはいろいろな場面でいろんな角度からお力添えをいただき九州の発展のため一緒に努力させていただければと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。最後に今回のこの表彰が皆様にとって今後の励みにでも少しでもつながること並びに皆様のこの優れた業績が他の企業の模範となって引き続き技術の研鑽に努めていただきますよう皆様のご健勝と今後ますますのご活躍を記念いたしまして私の挨拶をさせていただきます。本日は誠におめでとうございました。
また今後とも何卒よろしくお願いいたします。来年こそはコロナが関与して皆様とこれまで通りと同じように対面式で表彰式をできますことを心から記念して私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。